ダノン・リジェンドは日本の競争馬。2016年の JBC スプリントで優勝した。村山明9社に入球し、11月10日の2歳新馬でデビュー。2番鉄一層から直線後続を突き放し、7馬審査の圧勝で初勝利を挙げる。自走ポインセチア賞は、後の全日本2歳優秀勝ち馬、サマリーズに花さ破れ2着となる。 3歳となった3戦目の3歳500万下は2着。初めての芝のレースとなった、自走は9着に敗れる。その後、ダートに戻りいずれも1倍台の指示を集めるが13着、2着と、敗れる。続く、1.2倍を集めた、笠松の中央交流戦を勝ち上がり2勝目を上げる。小級戦となった、市原特別は7着、自走、3歳。 以上千万下は5着に敗れる。3ヶ月ぶりとなった4歳初戦は6着となるが、自走、シャドーロール初着用となった4歳、以上千万下を勝ち上がる。中1周で挑んだなにはステークスは2番手から、抜け出すと5馬身突き放し圧勝。連勝を飾る。しかし、オープン昇級後の天皇山ステークス、立党ステークスは8着、9着に敗れ高級する。 夏は休み、休養明けの高級初戦大阪スポーツ杯を3着とし、続くテレビ、静岡賞はブリンカーを着用し3馬身半差で逃げ切り、再びオープン入りを決める。自走、オータムリーフステークスは逃げるも5着、重賞初挑戦となったカペラステークスは丸田京介が起乗し、会長に飛ばすと最短コースをロスなく進み、直線入り口では3馬身のリード。 直線に入ってもその逃げ足は衰えず、5馬審査の圧勝で重賞初勝利を飾った。3ヶ月ぶりとなった5歳初戦黒船賞は3、コーナーから鼻に立つと、2着ドリームバレンチの以下を2馬審、花し重賞を連勝を飾る。続く、東京スプリントは2番手から抜け出すと逃げた茂げるかがに2馬審査を付け解消。重賞3連勝をいずれも、丸田安城で挙げた。 自走の北海道スプリントカップは1.4倍での一番人気となるがスタートで後手を踏み上がり、最速も3着に敗戦。ミルコでムーロに乗り換わったクラスターカップは果敢に逃げ、後ろに足を使わせる競馬をすると、最終的には6馬審査を突き放し圧勝。重賞4勝目を挙げると、続く東京坂月は3コーナー手前では、差のない2番手につけると、 直線残り200メートルからはまさに独走体制。追い込んだドリームバレンチのに2は審査をつけ優勝し、重賞連勝を飾った。初の J プニー挑戦となった JBC スプリントは1.6倍の支持を集めるが、コーリンベリーに3 4差逃げ切られ2着に負ける。前年と同じく黒船賞から始動、2番手でレースを進め、そのまま直線に入って抜け出し、 2着に試験もののふに一番審査をつけ優勝し、連覇を達成した。同じく連覇を狙った東京スプリントはスタートでやや出遅れ、追い込むも3着に敗退。自走、北海道スプリントカップは差のない2番手でレースを進め、直線に入って逃げたノボバカラとのゴールまで続いた競り合いを制し、これに花さをつけ優勝し、連覇を達成した。しかし、東京ズキは、 逃げるも力尽き5着に負ける。馬券外は12層前のオータムリーフステークス以来。前年のリベンジに挑んだ JBC スプリントは、交渉面では3馬身ほど離して逃げる形になると、勝負どころでも逃げ足は衰えず、直線では一気に後ろを突き放して3馬身差逃げ切り、JP ー制覇となった。11月25日に引退し、主ュ馬となった。引退後は、種ボ馬となり、 イーストスタッドで繋ぎをされる。2020年に初年度3区がデビュー。7月18日、函館競馬場の2歳新馬戦で、アルナージがデビュー勝ちを収め、これが3区の初勝利となった。同年12月26日、高知、金の倉賞でブラックマンバが勝利し、3区の重賞初勝利となった。ありがとうございます。